SNK Heroines Tag Team Frenzy. language, game, system, option. Customize. Athena Asamiya. Story. Member select. Story. Story. Member select. My. Terrorism. Bonjour, mademoiselle. おっと逃げ出そうとしても無駄だ。ここは俺様が作り出した青春世界ゆえに、貴様らごとき下等生物にはどうすることもできん。ここから逃げ出したくは、これから始まる戦いの宴に勝ち抜くことだ、カスども。テリーでしょう。何その姿似合ってるわよ。お世辞じゃなくて。マイ、何を笑ってるんだ？なんか体に違和感が。なんだこれ。女？くくりって言ったわね。あなた最高よ。どうせ監視カメラか何かで映像撮ってるんでしょ。後でテリーの面白い活躍シーンを私に送っておいて。オーケー。かかってらっしゃい。はい。レディーゴー。空を舞うあんたの姿はいつ見ても綺麗だよ。次は舞台の上で見たいもんだ。それにしてもあの変態にこんなことができるなんてね、驚きだわ。Finish! You win! さすがアテナだ。歌にダンス、それにこのファイト。どれをとっても一流だな。いまいち馴染まないな、この体。思った通りに動かせないぜ。と、そうだった。これをご覧のクズどもに俺様が何をやっているか説明しておこう。この邪神像は力を再び得ることで精神世界から現実世界に復活を遂げる。そのエネルギー源は美女たちの恐怖や絶望である。つまり彼女たちの戦いそのものがエネルギー源。そして邪神復活は俺様ワールドが妄想壁を破って現実世界に現れることを意味する。その瞬間世界のマーザーは我がコレクションとなるのだ。私にこの力があれば日本一の世界を見せてあげられるのに残念だわ。接戦だったわね。あなたの剣術の方独特だから苦戦したわ。女の格好なら俺よりアンディの方が似合うだろう。いや、案外ジョーが一番似合うかもしれないな。ウォンチュいってらっしゃい。よろしくね。レディーゴー。ヌササミの舞。ヌササミの舞。ポイズン。ちょっとえい。ヌササミの舞だ。おっはっ。今行くわチェンジ。ラック。ラック。駆け引きはまだまだ三流のようね。アンディの精神世界ってどんな風なのかしら。きっと私でいっぱいに違いないわね。いらっしゃいやよ。レディーゴー。スペシャルあんたらのバンドは好きだぜ。オーケー、使い慣れたらこの体も案外悪くないな。ここまでは予定通り。残り2人分の恐怖を集めれば我が目的は達成される。俺様自ら恐怖を与えてやろう。エスプロージョン。敗北者はエネルギーを吸い取られ、我がコレクション砂人形となるのだ。泣け、叫べ、震え上がれ、オブミュージック。おい変態野郎、今から俺たちがその野望と録画映像をぶち壊す。覚悟しろ。映像に関してはもったいない気がするのよね。砂丘に没せよ。レディーゴー。貴様は容姿から怖い。Continue。かかってらっしゃい。砂丘に没す。Ready go。それ、や、どうぞ。はあ、中身がない。おっ、と。や、おっ、と。立ち。立ち。知らぬゆうにぼう。じゃあ、いざ。忍びが全部えい。今行くわ。ロールインナイスファイヤー。フィニッシュ。You win。何が目的かわからないが、悪事は俺が許さない。俺様が負けるとは。俺様の妄想力がまだまだ未熟なようだ。サウンドオブミュージック、ミュージック、ミュージック、ミュージック。こんなことは何気ない言葉に相槌打つポツンと一人、まるで心の距離測る目幅を合わせる眩しい横顔探しに行かなきゃ本当の君を、風のパレード空を駆けてゆく、時のキャンバス輝き彩る、つまずいて泣いたって心呼び合うならもうくじけないよ、しゃべってたり行きたがってたよね、いろんなところ話してたの全部覚えてる、本当は知りたくて仕方がないんだよ、君の好きな場所好きな私を、星の数くらい数くらい二人交わした夢、全てが心飾るドレスになる、君がまだ知らないヒロインになりたいんだ、驚くだろうけど笑ってくれるかな、風のパレード空を駆けてゆく、時のキャンバス輝き「何度つまずいても心呼び合うならもうくじけないよ、君を」「また歩き出せるもうすぐ会えるからね」SNK